チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、慰安婦問題、韓国女性軍人問題、人形と産業の現実、についてです。ドラマ、ドラゴン桜2、ロスナ・マリナです。本日のニュースは、先週作った作品ですが、YouTube のポリシーに準拠しない作品として、判断されてしまいましたので、表現を修正して、作り直した作品です。ところどころ P がありますので、ご想像して、ご鑑賞ください。いくつかのニュースを複合的に捉えて、韓国の国民性を分析してみます。一つ目は、平和の少女像など、IP トリエンナーレで物議を醸した、3作品が上陸、慰安婦ボーイはどこへ?デイリー新潮6月9日掲載の記事です。税金が投入された2年前の芸術祭、2019年の国際芸術祭、IP トリエンナーレ、2019、で物議を醸した企画展、表現の不自由展、その後、が戻ってくる。東京新宿と愛知名古屋で6月25日以降に開催される予定で IP トリエンナーレで抗議が殺到した平和の少女像なども展示されるという。これは現在25日から東京都内で開催予定だった表現の不自由展東京について同展の実行委員会は24日延期を発表しました。当初会場に予定していた新宿区のギャラリーの前で、開催前から中止を求める凱旋などの行為があったため、別会場を探していたが、確保できなかったという、新たな会場が確保でき、開催のめどが立った時点で改めて発表するそうです。韓国国内では、自称慰安婦のばあさんと団体、政治家のサピーグループの内輪揉めの中、裁判も蹴られています。日本では、もう、教科書には、従軍慰安婦、なんて言葉は載せないという方針を明確にしました。ラムザイヤー論文によって、真実の扉が次々に開かれているのです。最近では、韓国メディア、韓国日報が、朝鮮戦 P 時の韓国軍慰安婦、国家は70年間、知らんぷりをしている、と題する記事を掲載して、さらに韓国の諸行がさらに明るみになってきています。慰安婦運営の事実は複数の資料で立証されているという報道がありました。良い傾向です。形勢が変わりつつあります。何が慰安婦を象徴する平和の少女像でしょうか。交通事故で亡くなった少女をバイティーフに貶め、サピーのための芝居の大道具にしているんですよ。しかも世界中に広めちゃってる。でたらめな話でお金のために嘘を吐き、自分はバイティーフ。だなんて恥ずかしげもなく大アピールです。金がもらえるならおばあちゃんはピーピーな人ですって。冷静に考えてくださいよ。その家族も、とんでもな連中ですよ。マリナは無理です。ラブリー日本では、韓国で21世紀の慰安婦問題の実態の動画で、21世紀の韓国バイティー事情をお話ししました。バイティーをさせろってデモしちゃう人たちの話です。よって、20世紀の慰安婦さんも、バイティーフさんだったんでしょ?っていう結論の話です。で、韓国の P 事情です。裏若き乙女、マリナとしてはとても恥ずかしい話題なのですが、そんなことは言っていられません。赤裸々にご紹介しましょう。次のニュースは、6月8日のハンギョレからです。射撃場や車、宿舎まで、女性軍人に性 P 罪の、安全地帯はなかった。どうやら、21世紀の韓国軍には、20世紀の慰安所が必要なようです。あ、誤解しないでくださいね。人権問題的に、バイティーを推奨したりするつもりはありませんからね。ただ、バイティーやバイティーフを声高に叫び、主張するかの国の女性の精神状況からすると、軍人として働こうという女性より、この国の場合、妥当な策なのかもしれないということです。人権擁護のレベルから言うと、
そういう女性の精神状況を救わないといけないのかもしれませんが、その国の長い歴史や教育を根底から覆す大事業になってしまう恐れがありますから、大変なんですね。記事の内容です。軍事裁判所の判決文91件を分析、部隊内で行われた性犯罪が最も多く、10件中6件が上官による性暴力。下官の間でも性的対象化が蔓延、実刑は 16% だけ、民間裁判より低い。強制 IP 被害を届け出た後、保護や支援ではなく、懐柔やもみ消し、手抜き捜査を図られ、結局自ら命を絶った韓国空軍の L 中士、軍の階級、の死後、軍内の性P罪の実態と、事件処理方法に対する、改革を求める声が高まっている。軍の性P罪の実態を見る限り、L 中士の死は、偶然起きた不運な事件ではない。女性軍人を対象にした、性P罪に寛大な閉鎖的男性中心の、組織文化が慢性化した結果と言える。本市は7日、軍事裁判所の判決文の、インターネット統合閲覧検索サービスで、女性軍人をキーワードに抽出した、91件の判決文、2015年1月1日から2021年6月1日、を全数分析した。女性軍人が被害者の事件の罪名としては、強制 IP や、準 P 管などの性 P 罪が、88件、96.7% で大半を占めていた。このうち、P 管や、準 P 管など、深刻な性 P 罪も、20件、21.9% に上った。部隊内部や業務後の飲み会、休憩を取る女性軍人の宿舎まで、女性軍人が性 P 罪から安全でいられる場所はなかった。トップダウンの階級章、文化や女性軍人に対する性的対象化。男性軍人より、業務的に劣等な存在として、扱われてきた軍内外の認識が、軍内の蔓延した性 P 罪の背景となっている。どうでしょうか。YT させろでも、の21世紀の女性たちもさることながら、ベトナム戦 P でも相当やらかしてきた韓国軍の男性陣も、これは歴史と教育の観点から言っても、一筋縄ではいかない。そう感じるのはマリナだけでしょうか。女性軍人対象の性 P 罪、10件中4件は部隊内。空軍整備庫、軍需課事務室、遊撃訓練所、喫煙所、射撃場、所属部隊の兵舎、業務空間であるべき軍部隊が、いつの間にか性 P 罪の場所となっていた。判決文に登場した性 P 罪の発生場所としては、部隊内部、40件、43.9% が最も多かった。10件中6件が、上官による性 P 力。女性軍人を、同等な同僚、として見られない軍内の、男性中心文化の変化が必要。軍人権センターの活動家のタンヘリン氏は、女性軍人を対象とする、性 P 罪が上官や下官を問わず、頻繁に起きている理由は、最終的には、女性軍人を同等な同僚とみなさない、軍内の認識によるものとみられる。女性軍人に対する、性 P 罪を単なる一部の男性軍人の、逸脱として扱うのではなく、軍内の男性中心文化に対する、全般的な認識改善と、反省が伴わなければならない、と述べた。様々な事例などを紹介した記事の最後は、男性中心の文化の変化とのことですが、韓国の場合、やはり長い歴史の中で、そういった文化が根強いのだと思うんですね。偽りの歪曲した歴史観の中で、何をしようと歪みは端々まで影響するのです。翌9日の同じくハンギョレの記事です。飛行、空軍はそれでもマシな状況、という言葉、機能しない軍政 P 力対策。戦略、空軍はそれでも一番マシな状況です。軍隊における性 P 力問題について、実態調査から政策提案、教育企画など様々な形で参加してきた中で、何度も聞いた言葉が、現場で被害者の相談を聞き、事件を支援する担当者の話を聞くまで、私はその言葉を、空軍は陸軍や海軍に比べ女性の立場が相対的に良い方なのだろう、と何気なく聞き流していた。2018年上半期、
国防部整備罪特別対策タスクフォース TF 民間専門委員として参加した時、空軍性平等センターを訪問したことがある。その時も指揮官の口から似たような言葉が出たが、後に他の場所で教育生として会った現場の実務担当者はその言葉がとても嫌だと言った。空軍がそれでも一番マシだという言葉のせいで何か一つでも進めるのがむしろ非常に難しいという。考えてみれば、問題を本当に解決しようとする人たちは事件が一つでも減ることを望むのであって、まだマシだなどということは言わない。そのような比較優位マインドの上級官がいる組織であればあるほど、事件を覆い隠す隠蔽が組織的に起こるものだ。比較優位マインド、国を挙げて大好きなマインドじゃありませんか。傍らから見たら丸ごと大問題な国なんですよ。おまけで彼らが本当に性欲に対する追求というか、それを結構あからさまにするのに驚くことの話を足しておきます。2020年の韓国サッカー K リーグで新型コロナの影響で無観客試合での客席にラブドールが置かれた話はご存知でしょうか。結構恥ずかしい話ですよね。ラブドールとはまるで本物のような女性の人形です。2017年には日本から輸入されたラブドールが性的商品だという理由でインチョン空港税関にて足止めを食らった逸話もあります。近年ラブドールのかなりリアルなもの、リアルドールの体験店が急増しているというのです。リアルドールが体験店として風俗業界で進化し、今や体験店舗がソウル市内をはじめ全国で急速に普及し、200店舗余りに拡大しているといいます。新型コロナで IT 宿や風俗産業が打撃を受け、そうした業界からの進出組も多いらしく、専用店舗やオフィスホテルやモーテルでも営業しているというのです。またデモが起きちゃいそうですが、政府の政策ではありませんからね。困ったもんです。体験店では1時間3万から4万ウォン、2950から3950円でリアルドームを借りることができる。いわゆる人形バイティを行う新手の店舗で、現行取り締まりの根拠となる法規定がなく、繁盛店では月に1000万円以上稼ぐ店舗もあり、増加し続けているといいます。もともと韓国は映画でも性的表現については制限が厳しく、ポルノなども基本的には禁じられており、ネットで海外のアダルト P にアクセスすることも遮断されているほどです。これが良くないのかもしれないとマリナは分析しています。軍内部の性 P 罪もラブドールも歪んだ縛りが生み出しているんじゃないかということです。歴史の歪曲をやめ、自分たちが何者なのかを見つめ直す、そこから始めてもらいたいと思うのです。おのずと私は慰安婦だなどという嘘をつくような恥ずべきことはできなくなるはずです。日本をどうこういう嘘より、ベトナムのことなどに真摯に向き合う気が起きるのではないでしょうか。1988年ソウル五輪から始まった五輪選手村内のコンドーム配布が33年ぶりに消えることになる。日本にも50歳にもなって14歳にどうのこうのってやからがいますが、気持ち悪いです。胸クソが悪いです。大して変わらないやつじゃないですか。どうなんですか蓮舫さん、もっとちゃんと叩きましょうね。恐ろしく美しい元自衛官飾りちゃん、絶賛応援中のマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。またお会いできるのを楽しみにしています。チャンネル登録お願いします。メンバーシップマリナ支援お願いします。